日本近畿地方大阪府大阪市鶴見区、上東区放出放出は、大阪府大阪市鶴見区と上東区にまたがる地名。名前は、神話由来である。草薙県東南事件にて神剣が盗まれ、盗人が、朝鮮半島の白木へ逃亡中に禁止が現れ、盗んだ神剣をは、盾と叫んだところ、盗賊が驚いて、神剣を放り出して逃げ出したからだと、あっち早尾神社の由来にある。 いわゆる、正義を取り戻した地と神話にある地名である。現行の町名としては、鶴見区放出東1の3丁目と上東区、放出西1の3丁目があり、国道479号が境界となっている。根屋川、第2根屋川、平野川分水路南独地名、陳地名として知られる、放出の地名の由来には2説ある。一つは、当地が、 古代の河内湖から淀川への放出口にあたることから、湖水の花地でから、花地でんさらに花店に転化したと言われる。もう一つは、三州の神器の一つ、草薙県を県が安置されていた厚田神宮から、盗み出して逃げようとした、白木の僧、道行きの乗った船が難破して当地に漂着し、神の怒りを恐れて、県を放ったという伝説に由来するとも言われている。 地区内のあち早尾神社にある石碑が、その伝承を伝えている。平安時代には、摂津国東成群江波層のうちに、放出村が見られ、明治の町村西志向まで続いた。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。鉄道の便としては JR 西日本片町線、大阪東線の放出駅がこの地域の南東よりにある。また、地域の西側では隣の片町線の市議の駅の方が近い場所もある。両駅を利用することにより、京橋や梅田へのアクセスは比較的良い。 一方、大阪市高速電気軌道については、西側の一部地域で今里筋線市議の駅が徒歩圏内にあるものの、地域全体としては、地下鉄の駅からはやや離れている。主要な道路としては、国道479号が地域の南北を貫いている。国道479号を走る大阪市ティバスの路線バスもある。放出駅北口には、旧 大阪市営バスの赤バスが走っていたことがあったが、本数はあまり多くなく、2013年3月末をもって廃止された。なお、同駅南口には、東大阪市の不正規を結ぶ近鉄バスが発着する。ありがとうございます。